どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、リクエスト動画ということで、ふるさと納税で ANA マイル、ジャルマイルをね、貯めるえ、一番いいね、サイトはどこですかっていうね、リクエストをいただきましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、ふるさと納税っていうのはですね、2023年10月1日からですね、一部ね、悪くなるっていう話がね、出ておりますけれども、今後もね、お得にはね、変わらないっていうふうになりますんで、ぜひね、ふるさと納税されてない方はですね、ぜひね、利用していただければな、なんていうふうに思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。 それではですね、早速内容に入っていく前にですね、ふるさと納税ね、まだやられてない方、中にはいらっしゃると思うんですよね。私もね、最初やるまでね、結構めんどくさくてやんなかった方なんですけども、中を知ってからですね、なんでやんなかったんだろうっていう風にね、後悔したぐらいですね、このふるさと納税っていうのはね、お得な制度っていう風になっておりまして、このふるさと納税っていうのはね、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度という風になっておりまして、手続きをすると、寄付金のうち2000円を超える 部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられますということで。 一番重要な部分はですね、2000を超えた部分については、所得税の還付とかね、住民税の控除が受けられるというふうになりますんで、これがね、非常に大きいメリット。またね、寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な仕組みですということで、ふるさと納税をしてない場合はですね、普通にね、税金を自分の死んでる地域にね、納付していただきますよね。これがね、今までっていうか、まあ、ふるさと納税が開始前のね、話になるわけなんですけれども、 ふるさと納税を利用した場合ですね5万円ふるさと納税した場合ふるさと納税ですね5万円寄付をしますよね応援したい地域にまあこれはねあのご自身で決めていただいていいんですけども、まあ、5万円寄付したというふうになりますよね。 そうするとえ、2000円を超えた部分、48000円については、え税金の控除カ付がね、翌年のえ住民税やね、所得税から48000円のね、減税が受けることができるって言ったはになります。で、5万円寄付してますよね。ですので、5万円寄付した、この応援した地域からですね、返礼品として、寄付金の30%以内の返礼品など、だいたい1万5000円ですね。まあ、5万円寄付してるんでね。ですので、この1万5000円相当の 返礼品がねもらえるるって言ったになんですよねですので、今まではですね、ただね、税金を納付していた、まあ、税金をね、払ってるだけなんで、特に何ももらえないですよね。まあ、これがまあ、普通なんですけども、このふるさと納税っていうのを利用すると、税金のね、控除がね、 受けられたり、カンプは受けられたりして、またね、返礼品までもらえてしまうっていうね、めちゃめちゃお得な制度なんですよね。まあちょっとね、最初導入する部分がですね、わかりづらいと思うんですけども、この表ね、非常にわかりやすいんでね、まあこの表じっくり見ていただければですね、まあいかにお得かっていうのがね、わかるって言った形になるんですよね。で、またですね、これはね、これね、ふるさとチョイスっていうね、サイトのまあページをね、ちょっとお借りさせていただいてるわけなんですけども、 ふ、ふるさと納税するときにね、こういったふるさとチョイスであったりですね、ちょっとこれはね、ポイントサイトハピタスのやつなんですけども、ふるさとチョイスであったり、ふるさと納税、ふるナビっていうのもありますし、またね、 こちらは、マイナミふるさと納税。あとね、サトフルって言ったがちで、ふるさと納税サイト、サトフルっていうのがあるんですよね。まあ、こういった感じで、ふるさと納税をする際にですね、どこでするかっていう話なんですけども、こういったね、ふるさとチョイスとか、マイナミふるさと納税とかね、まあ、いろんなサイトを使って、納税をふるさと納税していただくって言ったがちになるんですよね。まあ、これはね、楽天でもできますし、まあ、いろんなね、ところで、このふるさと納税っていうのは利用することができるんですけども、 まあそういったところでふるさと納税していただくとですね、まあ、こういった感じで利用することができるわけなんですけども。 こういったね、ふるさと納税サイトはですね、この使ってほしいんですよね、このふるさとチョイスをね。はい。ですんで、各サイトね、こういった感じでキャンペーンを打っているわけなんですよね。で、またね、2023年10月1日からね、先ほど、えー、か悪くなるっていうね、話をさせていただきましたけども、ですので、えー、2023年9月現在ですね、いろんな各サイトね、こういった感じでキャンペーンを打ってまして、えー、ぜひね、このふるさとチョイスで利用してくださいみたいなね、まあ、こういった感じで、ね 今、キャンペーンをやっているって言ったがちになるんですよね。で、先ほどのね、サイト、まあ、こちらね、5万円を納付して、4万8000円分のね、税金の控除を受けられて、さらにね、1万5000円の返礼金をもらえますよね。で、さらに、この上にですね、このね、ふるさと納税サイトのね、ポイントまで取れてしまうっていう風になりますんで、めちゃめちゃお得なわけなんですよね。 はい。ですので、まあ、このね、ふるさとチョイスであれば、最大20%がですね、ポイントバックでもらえるっていう風になりまして、このふるさとチョイスであればですね、こういった感じで、いろんなね、ポイントに交換することができるって言った形になるんですよね。ちょっとね、前段長くなりましたけども、ここら辺までね、まあ、知っている方ね、多いと思うんですけども、まあ、今回の動画では、この中でですね、このふるさとチョイスから、えー、ふるさと サトフル、あとね、マイナビふるさと納税、えー、あと、フルナビ、ふるさとチョイスっていった形で、ま、いろんなね、納税サイトがありますけども、まあ、どこでやるとね、まあ、お得に、またね、ANA マイル、JAL マイルね、貯めることができるのか、またね、アメックスが対応しているのかどうか、まあ、ここら辺で、ね、話していきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、今回紹介させていただくのは、この、ふるさとチョイス、フルナビですね。で、次に、えー、マイナビふるさと納税。 で、あと、もう一個、サトフルっていう風になりまして、これね、なんでポイントサイトハピタスでね、紹介してるかっていうと、ポイントサイトにね、この、 ふるさと納税サイトっていうのはね、案件があるんですけどもえ、どのね、ふるさと納税サイトも、ハピタスがね、今ナンバーワンになっておりますんで、ぜひね、ポイントサイト、ハピタスを経由して、このね、ふるさと納税ね、していただければな、なんていうふうに思います。で、さとふるだけですね、残念ながらですね、こちらね、キャンペーンの併用できませんので、さとふるはアプリからね、あの、利用する方はえ、アプリからね、やっていただきます。ですので、ふるさとチョイス、ふえ、ふるナビ、あとね、 えー、マイナビふるさと納税を利用する方は、ポイントサイトハピタス経由でねえ、利用してください。概要欄にね、直リンクを貼っておきますんで、そこをクリックしていただければ、そのままね、このふる、マイナ、これだったらマイナビふるさと納税そのまま行けるようにね、しておきます。それではですね、いろんなね、各サイトで、えー、キャンペーンをね、やっているっていうふうになりますんでえ、こちらね、まとめたものがこういった形になるわけなんですけども、ふるさとチョイス、ふるナビ、マイサトふるさと納税、 さとふるということで、今ね、こういった感じでキャンペーンをやっているんですよね。ですので、このキャンペーンをね、駆使していただいて、皆さんね、お得に利用していただければなぁ、なんていうふうに思います。で、私のね、動画のチャンネル見ている方は、ANA マイル、JAL マイルで、ね、食べたれている方がね、ほとんどだと思いますので、ANA マイル、JAL マイルに交換されたい方は、もうね、この時点でもう2択っていたがちになりまして、フルナビ、もしくは、 えー、ふるさとチョイス。このね、二択になってしまいます。で、ANA マイルをね、貯められている方は、もうね、T ポイントに交換できるのが、ふるさとチョイスからありませんので、もしね、ANA マイルを貯めている方は、えー、T ポイントね、交換することができますんで、ふるさとチョイスね、一択って言った形になります。で、JAL マイルを貯められている方は、えー、D ポイントにね、えー、ふるさとチョイスと、 フルナビがね、交換することができるっていう風になりますんで、こちらね、どちらかから選んでいただくって言った配置になります。まあ、還元がね、何でもいいよっていう方はですね、まあ、この動画ね、最後まで見ていただければな、なんていう風に思うんですけども、このね、ANA マイル、ジャルマイルっていう方はですね、このね、フルナビとフルサトチョイスね、どっちかから選んでいただければな、と思います。で、一つずつね、紹介していきたいなと思うんですけども、まず、フルサトチョイスですね。こちら、ポイントサイトハピタスが1.5%還元で、公式サイトのキャンペーンが 最大20%還元っていう風になります。これね、あの、公式サイトのキャンペーンはね、あの、全部、これからね、見ていきますので、後でね、解説させていただきます。で、もらえる還元は、チョイスマイルということで、えー、アマゾンギフトカード、D ポイント、楽天ポイント、PayPay、T ポイントなどに交換することができます。で、最終還元ということで、新規の方は21.5%、既存の方は17.5%っていったはになります。で、還元の上限なんですけども、えー、こちらね、どのね、公式サイトのキャンペーンも、 この最大で全部打たれてますけども全部ね内容が細かく分かれておりましてこのふるさとマイナビふるさと納税だけねもうそのままあのめちゃめちゃ簡単なんですけどもそれ以外ね全部分かれているっていう風になっておりましてこのねチョイスマイルのね、えー 最大20%の還元キャンペーンなんですけども、すいません、この動画出てるの九9月の18日で、このキャンペーンはね、9月の18日までということで、今日でね、終わります。ですけども、これね、先月もやっておりましたんで、おそらくね、明日以降もね、やるんじゃないかと思っておりますので、心配の方はね、今日中に済ましておきましょう。で、エントリーがね、必須っていう風になりますんで、エントリーはね、確実にしてください。で、このね、最大20%還元キャンペーンの内訳なんですけども、こういった感じになっております。 ましてまずね、初めて使う方は11%還元。これが、えー、上限なしでねもらいます。で、プラスして9%還元で最大20%還元っていう風になります。で、このね、初めての方は最大20取れるんですけども、この9%はですね、えー、ふるさとチョイス初めての方9%ということで、上限が。 4,500マイルまでっていう風になっておりますでので、9%の4,500ということで、5万円までがね、利用することができるって言った値になります。ですので、5万円までであればですね、最大20%還元でね、取れるって言った値になります。このね、寄付額の上限っていうのはですね、人によって変わる、まあ、収入によってね、変わるっていう風になりますんで、あの、各ね、あの、サイトにシュミュレーションみたいな感じで、まあ、前年の収入とかに入れていただくと、大体このぐらいですよ、みたいな上限が表示されますんで、 あの、無駄にね、寄付しすぎないようにしていただくのはね、注意していただければなと思います。まあ、もう、ふるさと納税結構始まってね、あの、結構経ってますんで大丈夫だと思うんですけども、このシミュレーションっていうのはね、確実にしてください。で、この11%還元なんですけども、こちらですね、達成条件っていうのがありまして、まずね、ファスト寄付で、 このね、ファスト寄付は何ですかって話なんですけども、まあ非常にこちらね、簡単で、えー、クレジットカード情報を登録して、ファスト寄付を申し込みを選択、申し込みを完了する。まあこれだけっていう風になりますんで、これは簡単ですね。で、もう一個、工、え、場、ー、シミュレーションですね。こちらは先ほど言ったね、上限額をね、あの、チェックするものなんですけども、これも、ね、やってください。これはね、確実にやっていただくんで、これは大丈夫ですかね。で、 もう一個ですね、ふるさと限定品ということで、このね、ふるさとチョイスの、このチョイス限定っていうのはね、ラベルが付いたものだけがですね、この1%還元取れるっていうふうになりますんで、まあこれはね、1%取るか捨てるかはね、あのお好みになるわけなんですけども、一応ね、これを全部達成すると11、11%還元っていうふうになります。で、もう一個下,下はですね、10月1日までに利用していただければ OK っていうふうになりますんで、先ほど言った通りね、上限が4500マイルまでっていうふうに になりますでふるさとチョイスをね使ったことある方こちらねリピート割みたいな感じで使ったことある方は最大16%還元っていう風になるんですよねですのでこちらにね 記載があるんですけども、2019年11月1日から2023年4月31日までに利用したことがある方は、合計ね、16%還元というふうになるわけなんですけども、この対象期間じゃない期間に使った方はですね、こちらね、利用することができませんので、そうするとね、11%還元というふうになります。で、こちらがですね、11%還元で、まあ、ここはね、一緒。あの、達成条件はね、一緒ですので、 あの、エントリーだけね、確実にしてください。で、この2つはですね、先ほども言った通り、9月の18日までっていうふうになりますんで、まあ、私の予想はね、明日以降もね、利用することができると思うんですけども、一応こういった形になります。で、冒頭にも言った通りですね、このね、ふるさとチョイスのみですね、 A 年前にね、交換することができる T ポイントにね、交換することができるっていう風になりますんで、A 年前に交換されたいっていう方は、まあ、このね、フルサとチョイス一択になるかなっていう感じになります。それでは次にですね、フルナビの公式サイトのメガ還元最大20%還元エントリー必須ということで、こちらね、正直達成条件はね、かなり厳しいって言った形になります。これが、 こちらなんですけども、えー、ふるさと納税はね、普通に利用した、フルナビからね、利用した場合は1%還元ついて、クレジットカード決済で6%、えー、その他のね、アマゾンペイ、ペイ a y 楽天ペイ、ディーバレーで7%で合計、まあ、最大8%取れるんですけども、 これ以外のね、フルカタログから寄付した場合とか、クラウドファンディングとか、トラベルとかね、お店でフルダミ美食体験とかね、まあここら辺とかね、結構達成条件が厳しそうなので、まあ誰でも簡単に利用することができるっていうのはね、こちらだけになるかなっていうふうになりますんで、まあそうするとね、これ15%じゃなくて最大8%なんですよね。 ですので、こちらが8になりますんで、既存の方はね8、8%で、新規の方は、まあ5%がね、取れるって言ったがちになるんですよね。ですので、このね、フルナビ20%還元キャンペーンっていうのはね、かなり厳しいって言いたがちになります。こちらね、新規の方5%還元ということで、上限が3500コインまでというふうになりますんで、上限はね、7万円で5%で3500円がね、 3500コインがね、上限っていう風になりますんで、こちら新規の方がね、こういった感じで取れるって言った形になります。ですので、このね、フルナビのキャンペーンに関してはですね、まあこれが8%っていう風になりますんで、既存の方が8%最大ね。で、新規の方入れると全部で13%ですか。 っていう風になりますんで、これね、20%還元って書いてあるんですけども、正直ね、これまで取るのは結構厳しめっていたがちになります。それでは次にですね、マイナビふるさと納税ですね。個人的にはね、本当に簡単にめんどくさくなくやりたい方は、ポイントサイトハピタスで、ふるさと、マイナビふるさと納税経由で、このね、秋のオータムキャンペーンで、 えー、マイナビふるさと納税で利用していただくのが非常に簡単でおすすめっていただきになります。こちらね、上限もありませんし、会員登録でログイン全員に10%上限なしでね、アマゾンギフト券もらえるっていうふうになりますので、もう何にも考えたくないっていう方は、まあこちらでやっていただくのはね、一番簡単なのではないのかなと。 思います。マイナイブフルサツ納税なら上限なしで10%還元っていうふうになりますんで、まあ3万円寄付していただければね、3000円、15万円寄付していただければ1万5000円、Amazon ギフト券が翌々月の25日頃にですね、メールでもらえるっていうふうになりますんで、こちらはね、非常におすすめっていただきになります。まあ簡単でね、利用しやすいっていうのはね、これはいいですよね。 それでは次に、サトフルですね。こちらね、初めて寄付するされた限定で、サトフル 3×8、24時間限定で、過去最大36.5%ということで、こちらはですね、ちょっとね、ややこしいんですけども、9月の24日限定で、このね、36.5%還元のキャンペーンですね。これもね、初めて利用する方限定っていう風になるわけなんですけども、まあ、こちらがね、やっております。 このメガサトフルっていう日はですね、最大20%還元ということで、まあこれね、非常にわかりづらいですけども、ちょっと一つずつね、説明していきたいなと思います。で、まずですね、このサトフルの、ね、ポイント交換先ですね、PayPay、えー、ペイペイポイントと Amazon ギフトカード、こちらはね、10月末から追加っていたがちになります。で、まずですね、この36.5%還元キャンペーンの方なんですけども、こちらはですね、えー 2023年9月24日、24時間限定で行われるキャンペーンという風になります。3る8で24時間キャンペーンで30%。さらに、このね、メガサトフルの日、キャンペーンで6.5%ということで、合計すると36.5%還元という風になります。で、このね 36.、36.5%還元っていうのは、サトフル初めて利用する方、またね、上限が えー、3600ポイント12000分のね、利用分までが対象っていう風になります。で、利用する日は、えー、9月の24日限定、PayPay ペイペイ決済限定で、まあこちらがね、獲得することができるっていう風になるんですよね。で まずね、このメガサトフルの日6.5%上限なしのね、こちらのキャンペーンなんですけども、で、こちらはね、キャンペーンの参加条件ですね、エントリー必須って言った形になっております。で、ちょっとね、先ほど言ってるかどうかわかんないんですけども、サトフルのね、アプリから、えー、キャンペーンタブでエントリーしていただく必要がございます。ですので、こちらね、ウェブとかからね、やんないようにしてください。で、キャンペーンのね、特典内容ということで、 こちらがね、先ほどこちらのね、6.5%還元のページを見ると、こちらでね、12%還元で出てましたけども、まあこれはですね、 寄付、メガフル、サトフルの日で5.5%。で、サトフルマイステップで、ゴールド会員だと1.5%。返礼品をペイペイ証券意でもらうと5.05%ということで、まずこのサトフルマイステップゴールドっていうのは今からもう達成できませんので、これは忘れちゃってください。で、こちらのね、二つなんですけども、メガサトフルっていう日がですね、決まっておりまして、 このね、3と8のつく日、その前の2の7のつく日が、え誰でも5.5%還元が取れるって言った形になります。このね、黄色くなってるところですね。で、それ以外の日が1.05%って言った形になります。ですので、このね、メガサトフルの日、5.5%を狙う日は、まあ、このね、黄色いところで納税していただく必要っていうふうになります。 で返礼品を PayPay 商品券でもらうと5%還元つくんですけどもでこの PayPay 商品券って何ですかっていう話なんですけども寄付した自治体の加盟店から PayPay アプリから使える商品券っていう風になるんですよねまあこれを選ぶとね5%還元つくみたいなんですけどもこれね多分自宅から来たくないと多分使えないんじゃないかななんていう風に思うんでこれはね選ばない方が良さそうですよねはいこういった形になるんですよね。 ですので、これね、見ていただければわかる通り、ちょっとね、これも選びづらい。で、これは達成負荷っていうふうになりますんで、誰でもね、取れるのは、まあ、これだけになるのかなっていうところなんですよね。まあ、これがね、この6.5%のキャンペーンの方ですね。ですので、これはまあ、誰でも利用することができますし、上限もないんですけども、まあ、上限はね、5.5%っていうふうに思っておいてください。で、こちらはですね、 30%の方なんですけども、これはね、サトフルで初めて利用する方限定で、9月の24日限定で3600ポイント上限でね、30%還元が取れます。こちらエントリー不要、ペイペイ決済限定、サトフルアプリ限定って言った形になります。で、30%の3600ポイントなんで、12000までのね、利用が対象って言った形になります。 で、応募方法ですね。アプリをダウンロードしていただいて、返、えー、礼品を選択して、サトフルアプリで利用していただきます。で、9月の24日、23時59分までに、PayPay 残高または PayPay クレジット、旧後払いを選択して、えー、寄付金の申し込みを完了。まあ、これをしていただくと30、30%還元がね、取れるっていうふうになりますので、先ほど言った通りね、上限は3600ポイント、支払い、対象支払い金額は12000円までっていうふうになります。 それではですね、こちらね、納税サイト、えー、まとめた表になるわけなんですけれども、新規の方はですね、結構ね、いい還元率で誇ってたりするんですけども、まあね、上限があったりですね、この納税額っていうのも、人によってね、変わってくる部分がございますので、自分がね、使ったことあるサイトね、ちょっと確認していただいてですね、あとね、どの還元が欲しいのかっていうのをね、チェックしていただいて、利用ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。まあね、 一番簡単っていうのはね、やっぱりね、このマイナビふるさとノ税でね、一番いいですよね。ハピタス経由してそのまま利用していただければね、最大14.5%ね、取れるっていうふうになりますんで、まあ私だったらこれ利用しちゃうかなっていうところなんですけども、まあマイルね、貯められたい方は D ポイントがね、T ポイント交換できた方がね、いいのかななんていうふうに思いますんで、まあそうなるとね、ふるさとチョイス、ふるナビ、 がね、まあ、選択肢に入ってくるっていう風になりますんで、まあ、ここら辺のね、上限等々ね、確認していただいて、えー、ご自身に合ったものをですね、利用ね、してみていただければなぁと思います。ということで、今回ですね、ちょっとリクエストをね、いただいておりましたけども、遅くなってしまってね、申し訳ございません。ま、ぜひね、参考にしていただければなぁと、 思います。で、最後にですね、どこのね、あの、ふるさと納税のサイトもですね、アメックスのね、クレジットカードを利用することができるっていう風になりますんで、アメックスのね、決済修行されている方もいいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、こちらもね、合わせて覚えておいていただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ